皆さんこんばんは。公演終わりました。あのまとめていた髪がこんなにもストレートに寝てんねんけどすごっ。え、なんでこんなストレートになったの？髪は今日何の髪型してた？え、めっちゃまとめてたじゃないですか。あ、そんまや。めっちゃま、お祭りの浴衣みたいなまとめ方してた。そうなんですよ。可愛くないですか？めっちゃ可愛かった。まとめるのもいいですね。バンワンすぐる、ありがとう。見事可愛かった、嬉しい。そう、え、ボブで初めて、そう、あんなにまとめました。え、そうですね、ボブで初めてあんなにまとめました、はい、全然見てなかったでしょって書かれてますね本当ですよ。お疲れ様です。ありがとう、天気ありがとう。見つけれーちゃん、バカにしてるあれ、もも、朝もも食べ、はい、どんぶらこ、どんぶらこ。ちょっとれーさんの声似せてるんですけど、似てますか？え、似てる、似せてる。あ、これじゃないですよ、うん、あ、だからあんな、そうなんです、いつも可愛いかもってるかもしれない。そうです、レイさんの声は格別なんで。え、可愛い、どうした？でも逆転の、うん、あの声がいつも可愛いなと思って、うん、ほんまに？なんだっけな、2番ぐらいの歌割りめっちゃ私お風呂で熱唱してますよレイさんの真似って言いながら一人でやってますからね。シーズゴンの時はバカにしたい、バカにしながら真似してたね。じゃあ本当に、だってしおりさんも、うん、聞いて聞いてジョニーさんくれよって言ってましたもん悪いわほんまもう一回シーズゴン行ってほしいですね、ちょっと。まあでももう千秋楽来ちゃうからな。あ、確かに。お、もしかしたらタッチありがとう、ね、うわ、外れとか出た。え、ケンケンありがとう、なんか9時、9時、9時、ありがとうございます。でも外れでしたありがとう、ありがとう。ケンケン、ゆうとありがとう。今日めっちゃ暑かったな。暑かったですね、うん、え、でも東京マジで息できないですよ、うん、マジ東京の方が暑いの？あ、暑いです。滋賀はめっちゃ涼しかった。え、いいな、涼しくなってほしい。押してもいいですか？押してください。って言ったらこうやって揺れ始めちゃうんですよね。当たってるとこ見たこと、え、詐欺ゆっと、ジョニーありがとう、ポンスキーありがとう。東京39度やって。え、ほんと40度とかなんですよ。40度って当たり前が40度なんですよ。だから昼間は外出れないです。ほんまやな。夕方でここの、うんうん、昼まではちょっと言い過ぎですけど、うん、ここよりちょっと涼しいかなぐらいのレベル。暑すぎ。東京やばいですよね。生きてますか？ケンケンありがとう、ポンスケありがとう。似顔嬉しかったよ。沖縄32度、じゃあ沖縄よりも暑いな。あやみんがなんかアイスクリームを投げてくれた、ありがとう。え、嬉しい、ありがとう。暑いから仕事も休みない。お疲れ様。動きたくないですよ。まさん、ありがとう。あごちゃん、ありがとう。何回会いに来てくれた。フジタ、ありがとう。いや、本当ですよ、本当ですよ。みんなやっぱ元気出て帰るんですかね、うん、言ってたらいいな。いいな。でも外よりも暑そうだけどな、陸上は。ですよね、みんなこうやってって言ってすごいよ、みんなお仕事終わりにだって汗かいて帰んなきゃいけないんですよ、うん、バテバテですよ、そりゃ。どっち、あごちゃん、レミちゃん、ありがとう。ワンポール、ありがとう。コラボ、コラボ配信したことないな。
アイスありがとう。カムサムダ。嬉しいにゃん。タッチありがとう。夏仕様ですね、ショールームも。仕事は新幹線飛びます。うん、ありがとうございます。リーダーありがとう。切り抜き動画、え、嬉しい。農家さんの切り抜き動画どんな動画だ？仕事終わりに新幹線で来てくれた。ありがとう。ありがとうございます。新幹線でですか？うん、仕事終わりに新幹線で来てくれた。きついですよね、新幹線。始まるの遅くなったから逆にそういうのに来れるようになったのか。確かに。めっちゃ大変ですよね。でもね、ありがとうございます。え、体内にこもった熱を取るのにトマトがいいねんって。うわ、大好きだからちょうどいいや。トマトジュース一杯食べよう。お疲れ様です。お疲れ様でした。トマトジュース、なるほどね。トマトジュースは嫌いなんですよ、私。トマト大好き。一緒じゃないの？え、全然、ああ、違います。暁カメ、ペコちゃん、ありがとう。え、じゃあトマトジュース飲んでから寝よう。え、好きですか？うん、ね、トマト好き。トマト好きなんですけど、トマトジュースちょっとな、ちょっと嫌ですね、私は。まあトマトの味めっちゃ強いもんな。え、そうなんですよ、なんかあのあれとトマトは違うんですよ、だから全然。じゃあケチャップとかもまた違うの？あ、ケチャップ大好きです。で、私マヨラーなんで。あー、そうなんや。はい、ケチャラーとはちょっと戦いたいですね。ケチャラーって聞いたことないないですか？やる。まあでもマヨラーがあったらめっちゃマヨラーなんですよ、私。へー、めっちゃありがとう。食べて、お腹空いた。あ、差し入れ、そうだ、忘れそう。エイジありがとう。お腹空いてるから食べてって。マジでマヨラーなんですよね。何ラーですか？何が、あれ、タバスコ大好き。え、めっちゃ、あのタバスコ、なんやろ、ピザにタバスコめっちゃかけるし。うわ、なんかお金ない時に、はい、パスタだけ買って、はい、麺だけ、麺で、はい、あの茹でて味付けだけしてた時があって、はい、その時も毎日ですよね。うん、タバスコバリかけまくってた。いやそれ、私マヨネーズかけたら全然いけます、うん、シーチキンマヨ、マヨシーチキンみたいな感じだったら、うん、味噌汁に七味めっちゃ入れる。え豚汁とかに。うわ、いやー、この人と生活できないちょっとダメだ。めっちゃおもろい。私でも甘いのも好きじゃないんですよ、そんなに。あ、そうなんや。じゃあ辛いのいけるやん。辛いのもダメなんですよ。しょっぱいのと酸っぱいのが好きなんです。あー、あれやね、おつまみ系やね。そうですね。何が好きなんやっけ？おつまみですか？イカだっけ？イカとかも好きなんですけど、うん、あのホタテの、うん、なんか貝ひも、あー、美味しいよな。うますぎますよね。セブンのやつやろ。ドンキです。あの大容量のやつですからね。うわ、あー、開けるやつね。マジで美味しいです。たまに劇場に置いてあるよな、あれ。マジでみんな置いて、うん、美味しい。いっぱい来てる。あくちゃんありがとう。りゅうじありがとう。もずく、もずく大好き。ひろありがとう。ダイエットいいね、いいやつやん。もずくですか？うん。あ、えぇ、ー、違うっけ、適当にやったかも。あ、嘘だ。なんかイメージ。マジで美味しいですよね。ラーメン好き。ラーメン大好き。何ラーメン好きですか？ラーメン美味しい。塩。うわ、マジで合わないですね。塩ラーメン好きな人と、うん、ちょっと理解できないんですよ。いや、美味しいんですよ。塩としょっぱいの好きって言ってたやん。違う、あのラーメンって言ったら、うん、まあ私ずっと醤油派だったんですよ、うんうん、でも大阪来てから、うん、あの味噌とか、うん、なんか家系系の結構濃い系が好きになったんですね、うんうん、だから塩っていうのが家で作れるやんってなっちゃうんですよ。でも食べたことないんで多分そう、分かんないんですけど。え、そんなん豚骨とかもそうじゃないの？いや、豚骨はもう その味っていうのがあるじゃないですか。塩も、塩なんて塩パッて入れたら多分できるかもしれないじゃないですか。いや、あるよ、塩も。あんま知らんけど、はい、私も分かんないです。塩ラーメンのお店があるんやからさ。あ、確かに。じゃあ食べなきゃ分かんないですよね。そうそうそう、だから食べてみて。いや、こっちはこってりが無理やから。あー、でも
関西がやっぱこってり推しじゃないですか、家系とか。そうなんじゃ、関西合わへんやん。いや、適当ですよ私これ適当なんですけど、こってり多いなっていう印象なんで、うんうんうん、めっちゃなんかこってりしたの食べちゃいますね。あ、またもずれた。いいやん、と大阪来てよかったよ。大阪で来てよかったこと、ラーメンがこってりだったこと本当ですかこれ確かにすごいですね。だっちありがとう、ゆうたありがとう。焼きそばは私はマヨネーズかかってるやつがいい。あー、美味しいよな。マジたまらなく美味しい。それは好きやね。あ、本当ですか。あの、え、イカ好きなんやっけ。はい、セブンに、はい、イカの、はい、イカにからしと七味とマヨネーズ。あ、あ、もうめちゃくちゃ美味しいです。マジめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。あれずっとハマってました私。美味しいな。たこ焼き大好き。たこ焼き大好きだよ。たこ焼き好きですか。たこ焼き好き。何ですか。ずっとあの和中の辛いの流行ったけど、塩食べてから塩が好き私マヨネーズ、はい、もうあのでもわなかだったら、うん、あの明太マヨチーズとかにするんですけど。あ、そんなんあんの。え、そうなんですよ。でも普通のとこだったらソースマヨで、ソースとマヨネーズ多めでネギたっぷりのせてもらいます、うん、ネギね。ネギ最高。ネギ嫌いやね。え、ネギ、ネギ無理やねもうなんか顔ピリピリしてくるんですけど合わなさすぎてこんなことあります。ネギ、あの刻んだ飾りのネギ無理やね。え、普通 の、はい、あの焼いたりするネギとか、あのしゃぶしゃぶに入れるネギとか好きやけど、もう飾りに入ってるネギはダメだこりゃ。感触と味と全部無理。あー、もうダメですね本当に。でもマヨネーズは好きやで。あ、マヨネーズ好きですか。マヨネーズ好きですって。みんなのぶ太郎ありがとう、けんけんありがとう。何の話やねん。マジ相性悪すぎますよね。ちょっとこれ何が逆に合うんですかね私たちは。え、何やろ。マヨのみやばい。イソピ、赤月亀ありがとう。確かに私がレイさんにご飯連れてったら、うん、いいんですね。そうやな、好きな割とネギ以外は割と何でも食べれるから。え、ネギ以外、飾りのネギ以外だからそれぞれで注文するものやったら私は勝手にネギ抜きにする。え、じゃあ寿司とか好きですか。寿司は大好き。何食べます。いくら。ああ、あとは何食べます。え、あ、普通マグロとか普通に私ホタテ食べるんですよ。うわ、ダメだあれあれここでもあと、うん、あのエビアボカド。あー、好き、大好 大好き。うーん、まーやった。あとエビ天も好きです。好き好 好き。塩かけるやつやんな。え、ソースですあのなんかちょっと甘いソースかけます。あれ違うわ、何やろ。まあでも好きやと思った。美味しいですよねでもそういうの寿司とか、うん、ラーメンとかそれぞれで頼むもんない、ま、そうですね。そうそうそう、話せれば大丈夫。確かにえ、でもしゃぶよとか一緒に来ましたもんね。そうやな、行った行った、美味しかった。珍しいですよね私が。だってもっちゃんとさ、はい、そんな、ま、ちゃんと話したことなくない。え私だけ仲いいと思ってた違う違う、あのその、はい、あんまりプライベートでは。あ、まあ確かに何回かだけやん。そうですね。なのにこんなに素で話してるのは結構珍しいと思う。本当ですか、うん、でも私ちょっとこれはまだ言ったことない話なんですけど、うんうん、レイさん家に4人で泊まったじゃないですか、うん、あのゆずはさんとみらいさんと、うん、4人で泊まって朝ゆずはさんとみらいさん2人で出てったじゃないですか。起きないようにしてました。本当だめっちゃおもろいよね気まずいかも。確かにあの時は気まずかったからお疲れ様です。だって4人は4人だった時はちょっともうできないです。ランキングやめます。13位小原慎之介のすけさん、12位ふっちゃん、11位さかちゃん、11位さらさん、
きます。お、16位にいてくれてる。あやみありがとう。13位カネゲン久しぶり、ありがとう久しぶり。12位